はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、いやー、この話もね、またなんか柴田さんのこうパクリとかね、言われるんじゃないかなと、まあ本人からね、言われるんじゃないかなと思うんだけれども、まあいっか、まあちょっと話したい、まあ、話題なんで、まあ、話そうかなと思ってます。で、つい先日ね、大阪府の吉村知事が、現在でも、その大阪の中で、まあ、営業している、パチンコ店の名前を公表したんですよ。で、まあ、その今朝ね、その、まあ、公表されたこうパチンコ屋の中で、なおもその今現在も営業を続けている、まあ、そのお店のところに、まあ、お客さんが殺到したという、まあ、ニュース記事があったんですよ。で、まあその話をね、まあ、聞いて、まあ、そりゃそうなるよねっていうことね。だってさ、まあ、ギャンブルをやる人ってまあ、このご時世でも、まあ、実際やるじゃんっていう話なので、パチンコをね、パチンカスからしたら、まあ、パチンカスって言い方申し訳ないんだけど、パチンカスからすればさ、正直さ、まあ、そのこのご時世で、どこもねパチンコ屋って閉まってるのよ。で、うちの近くのパチンコ屋もね5月の6日まで、まあ、休業になってるんですけれども、行くよ、空いてるところがあればね。宣伝と変わらないから、やってること。もうね、このご時世ってさ、実際まあね、みんな外出自粛してたりとかで、一部の企業では、まあ、テレワークが進んでたりとかで、お店やってる人は休業しなきゃいけないところもあったりとかで、もう本当に娯楽がないわけじゃん。で、実際まあやっぱレンタルビデオ屋さんとかは、まあそのレンタルビデオ屋さんは結構やっぱ混んでるみたいだし、で、あとまあそのね、やってるこう一部のその娯楽のところに人がまあめちゃくちゃまあ集中するみたいなんだよ。で、まあ俺もね、正直ね、もう飽きたよ、もう外出自粛ね。まあ僕今もね、なおね外出自粛やってるんですけど、もうずっともう家の中で、仕事もね、まあリモートワークですよ。で、まあオンライン会議って言って、で、Zoom とかね、で、Skype とか、LINE のビデオ通話とか、そういうのを使って、で、まあ、取引先であったりとか仕事相手の方と、まあ、その通話で話し合いをしたりとかしてるんだけれども、もうね、しんどい。もうね、これね、かなりの人がね、もう鬱憤溜まってると思うの。もう飲みに行きたい、そしてで遊びに行きたい、もう本当に。で、そんな中でやっぱこう娯楽って今限られてるわけじゃない。で、その限られた娯楽のうちがの一つが僕はパチンコだと思うので、まあこのね、そんな大阪の知事がね、今やってるパチンコ屋さんなんて公表しちゃったら、そこに人がね集まるのってもう当たり前の話だと思うので、これはもう本当にね、パチンコ中毒者、まあ、パチンカスだけに限らないで、一般の人とかも、あ、パチンコやってるんだ、よし行こうかみたいなことになるはずなんだって。そこに人が集まるのってもうこれ当然の話だと思う。だって息抜きがないし、ストレス発散したいんだもん、みんな。で、まあそのパチンコってさ、もう今までだけど、まあその今年ってか去年あたりからかな、すごい広告厳しくなったんですよ。例えば、まあその有名人とかがその来店するとき、来店イベントとかも、その一切広告がね、打てなくなった地域もあったりとかして、どん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 ね、パチンコ広告ってがんじがらめにこうなってる最中で、あんなね、大阪の知事がね、こことこことこことここ、パチンコ屋今開店しますよ、営業してますよとかやったら、そりゃ殺到するってっていう話なんですよ。だってね、まあ、うちのね、近くのね、パチンコ屋とかもちょっと前までは営業してたんですよ。緊急事態宣言出る前までこう営業してたんだけど、人めちゃくちゃおったもん。だってめちゃくちゃパチンコ売ってたもん。だからパチンコ中毒っていうのは、そんな簡単にね、こういう事態だからって、やめられるものじゃない、抜けられるものじゃない、っていうふうに、まあ俺は思うんだよ。だからあれすごい逆効果だなっていうふうに思いました。で、まあ僕自身はね、まあ、パチンコとかお前パチスロ打つのって言われるんだけど、まああんまり打たないんですよね。あんまり打たないっていうか、もう打たなくなっちゃったんですよ。まあそれこそ、まあね、結構前の頃はよくね、あのパチンコをまあ打ってた時期もあるんですけど、もう今全然、まあ、打たなくなって、で、まあギャンブルとかも一切しなくなっちゃった。てか、まあそれもね、忙しくなったからね、ギャンブルやるんですよ。で、まあ、ギャンブル中毒、そういうね、ギャンブルから抜け出すためにどうしたらいいかっていうのは、やっぱね、忙しくなることなんですよ。
暇な時間を作らない、暇な時間を作らなくなったらもうねパチンコなんか打たなくなるから。だからパチンコとかね打ちに行く人は暇な人なんですよ基本ね。時間に余裕がある人、そういう人に限って打ちに行くから、特にだからね今とかすっごい暇じゃない、娯楽がない、だからパチンコに打とうっていうねなっちゃうわけだから、まあそのね暇を作らないっていうことがこのパチンカスからねこう抜け出す大事なことだと僕は思ってるんだけどね。でまあ実際やっぱりね、まあそのこの、まあ、緊急事態宣言とか、外出自粛のそのね影響とかでやっぱギャンブルすごくね今ね流行ってるらしいんですよ。でまあその今競馬とかもね、まあ、その JRA がこうネットでこう馬券買えるじゃないですか。でそっちのこう馬券の売り上げの方もやっぱ上がってるらしいのね。これ地方競馬もこれあの中央競馬も両方上がってるみたいなの。だ実際に競馬場に今ねお馬さん見に行けないけれどもネットでこう馬券購入する人増えてるみたいで、まあそれだからこうささやかなこう娯楽っていうのが、まあ、今ねどうしても足りないからって、うん、じゃあそっちに行っちゃおうっていう風になると思うんだよ。だから俺ね思うのがねやっぱねもうちょっとねこの国っていうか、まあ、この国もこの国はじゃあそのどうしたらねじゃあみんなねこう外にこう出ないかっていうことをもうちょっと考えるべきだと思うんだよね。ただこうなんか頭ごなしに、外出自粛してくださいって、不要不急の外出はやめてください、ソーシャルディスタンスとか3密控えろとか言われたところで、やっぱり人っていうのはさ、まあ、別にこの国ってあの法律とかで外出したらこう逮捕とかそういうのがあるわけじゃないから、やっぱ出ちゃうもんね人って。やっぱだから家の中でじゃあどうやったら楽しく過ごせるかっていうことをもうちょっと教えてほしい。そうしないとね耐えられない、うん、耐えられないと思うね。だからやっぱりだからちょっとそういうところとかもうちょっとなんかね国民にこう気遣ってねあの欲しいなと思うんだよね。だからまあそんなさお金をさばらまいたりとかさそういうのってのはさ多分まあバカでもできるわけですよね。そうじゃなくてもうちょっとなんか頭使って、でみんながこう家の中で何を楽しめるかで家の中で時間を潰せる、そういうなんかアイデアみたいなのを、まあ、もうちょっとなんか国がね出してほしいなと思うんですよ。でやっぱりね、まあ、この外出自粛であったりとか緊急事態宣言とかで、あとはそのね学校の休校とかそういうので一番ねあの迷惑を被ってるのは、まあ、世の中のねお父さんとかお母さんとかだと思うわけよ。で子供がやっぱ一日中こう家にいるわけじゃない。で子供が一日中ね家にいたらやっぱお金ってかかるんですよね。まあ子供のためのねお菓子代であったりとか子供のそためにこうご飯作んなきゃいけなかったりとかいろいろ手間もかかるしさ、でお金もかかるし、で実際まあ僕のところにもねあのリスナーさんから、いやみずにゃんさん本当ね子供のねあの学校休校で普段まあお昼ご飯とか給食でなんとかなってたのにお昼ご飯も作らなきゃいけないから本当ね食費であったりとか子供のお菓子代であったりとか、あとはねあのいろいろ、まあ、雑費みたいなのがかさむんですよっていうね連絡が来るわけよ。そういうところとかねもうちょっとね政治家の、ね、人たちとかねあの気を使ってほしいなって思うんだよ。まあもちろんねあの緊急事態宣言 でお店をやってる人たちもうほんと大変だと思うの。実はお店を閉めなきゃいけなくなるじゃん。でその分の売り上げ入ってこなかったりとかする。 でもやっぱりそのさお店の固定費ってかかってくるんだよね。でそれはもちろんさ、まあ、金銭的な、ね、援助とかを、まあ、東京都も含めて各自治体そして、まあ、国の方がやってくれる、まあ、みたいなんだけれどもね、やっぱりこうお金だけじゃないじゃない、うん、人間ってお金以外のところでも結構まあ苦しかったりとか大変な思いをしてるから、もうちょっとそういうところをね、税金払ってるんだからサポートしてくれたらいいなというふうに思います。だからまあ実際今回のね、まあ、その大阪府知事の、まあ、このね、営業してるパチンコ店の公表なんだけど、まあ、やる意味ないよね。逆にパチンコ屋からしたら、まあ、お金をかけないで無料で宣伝してくれてありがとうございましたっていう話だと思うから、ね、わざわざなんかそんなことやる必要あるのかなっていうふうに思うんだよね。まあだからさ、まあその外出自粛はしなきゃいけないけれども、実際外出自粛って頭ごなしに言われるだけじゃね、やっぱみんなストレス抱えちゃうんで、なんかストレスを緩和できる方法とかね、もうちょっとアイデアとかそういうの行政の方々とかに出していただきたいなと僕自身はで思っております。最近ちょっとね明るいニュースってあんまりなかったりとかするんで、で少しでもなんか明るいニュースが来ればいいなと
というふうに僕自身は思ってます。はい、まあ、てなわけでね、皆さん本日の動画見ていただいてありがとうございました。まあ、本日はちょっとですね暇があるので、あと何本かサブチャンネル更新できたらいいなというふうに思っております。以上、みずにゃんでした。